出ていないということで D1 も出ておりませんでしたけれども、さあこの同じマシン、そのマシンです、畳み込んでくる、さあ来た、どうだ、さあうまく合わせたけど、片輪は入ってる感じ、ギリギリ、ギリギリずっと片輪を入れたまま、ちょっと一回落とした、うん、第2ゾーンは、あーちょっとコースアウトしたか、はい、もうオンラインはダメなんでね、第2ゾーンをがっちり行きたいところをコースアウト、そして第3ゾーン、この辺りは片輪はかかってるね、はい、だいぶアクセルの組み分けはありました。そして第4ゾーンも外した、小さいところちょっと飛ばしきらなかった、はい、もう最初からいけなかったですね、全体としてはうまく運んではいましたけれども、やはり減点とすると全部を入れると大きいところ、先ほどの大竹に続き河合も流れとしては悪くはないんですが、やはり減点はかなり大きくなってしまいますので、うん、でもね、はい、ワールドですよやっぱり、そうですね、差がありますね、やっぱりちゃんと点が入ってきますね、はい、やっぱりちょっと出来がやっぱ変わってきますね、はい、この辺りはあらゆるその D1 ですとかフォーミュラ D ですとかライツですとか、そういったところでの活躍している選手というところも